カール一世は、ドイツのバーデン辺境博バーデン辺境博ヤーコップ一世とその妻で、ロレーヌコー・シャルル二世の娘であるカトリーヌの間の、長男として生まれた。社交的で恩厚な父には似ず、むしろ母方の祖父・シャルル二世の好戦的な性質を、よく受け継いでいたと言われる。1462年、プファルツ先帝公、フリードリヒ一世との間で、 マインツ大司教の人選をめぐる紛争を引き起こした。カールと義系の神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世は、教皇ピュース2世とプファルツ選帝校ら何人かの諸侯を敵に回して、マインツ大司教の先人権を主張していた。両派は一旦和解しかけたものの、カールが大司教に押していた弟ケオルクと、その支持者たちが敵側に捕らえられたため、フェーデが勃発した。 フェーデの結果、バーデン返境白領は後輩と略奪にさらされ、カール自身もゼッケンハイムの戦いで、プファルツ選定校の捕虜となった。カールは選定校に2万5000グルデンの身の代金を支払いとシュポンハイムを担保として譲渡し、プフォルツハイムをプファルツ選定校の報道として認めることも余儀なくされた。死後、意外は、バーデン・バーデンの聖堂三次会協会に葬られた。 1447年7月1日に、プフォルズハイムにおいて、オーストリア大公、エルンストの娘カタリーナと結婚し、間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。